子供の癇癪は成長のチャンス。かかり方次第で才能開花につながる。こんにちは。子供本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔です。今回はですね、ゲームでも勉強でもこう自分の思い通りにいかないと癇癪を起こしても大変だというお子さんについてお話をしていきたいと思います。というのが、僕のところにね、寄せられるお悩みの中でもこの癇癪を起こす子供、子供のその癇癪に対してどう対応したらいいんだろうというこのご相談というのは常にですね、お悩みトップ5に入ってくるんですね。実際このチャンネルでも以前こんな動画を2本、上げています。この動画を上げた時期というのはちょうどコロナ真っ只中で、親御さんもお子さんたちもほっとストレスだらけでですね、もう至るところでやっぱりイライラ、むしゃくしゃしてる人たちに溢れてた、そんな時期でした。ですが、それからですね、もう2年半も経った今となっても、まだまだこの癇癪にまつわる悩みというのは全く尽きることがないというか、それどころかむしろ増えてきてるかもしれないなという現象が起きてまして、どういうことかというと、失敗することが許せないという子供たちの姿なんですね。例えば問題がちょっと解けなかったらもう泣き始めたりとか、罰をつけられたらもうそのプリント、ノートをジャンジャンジャンって捨ててしまうとか、そういった子供たち、そうした姿にも困ってるというお声が以前より明らかに私のところね、増えてきているわけですよ。まあ僕自身もですね、まあ子供の時思い出すと、もう間違ったりとか、間違い指摘とかされたら荒れ狂ってたタイプなので、まあ人のことも言えないし、まあ昔からある子供の姿といえば姿なんですけども、この親御さんたちからのね、癇癪を起こす子供の悩みが増えているというのは、現代ならではの、この令和の子育てならではの事情というのも実はあるんですね。ということで、今回は子供の癇癪は成長のチャンス、かかり方次第で才能開花につながると題してお話していきたいと思います。ポイントは3つです。まず1つ目、子供は全員才能を持っている。2つ目、癇癪も才能の表れ。そして3つ目、癇癪を起こすこの才能発揮を手伝うコツ。以上3つのお話と、最後にはですね、今回の見守る子育てのコツポイントをまとめてお伝えしていきますから、ぜひね、最後までお時間ない方は目次を頼りに何回かに分けて見ていただければと思います。まず1つ目です。子供は全員才能を持っている。僕はですね、まあ、ご存知の通り、長年中学受験の世界でお子さんたち、親御さんたちのお手伝いをしてきました。もう30年以上になるわけですけど、まあ、その中でね、いわゆる一般的な中学受験の先生とちょっと僕のキャリアが違うのが、その過程で幼児期からの子供の育ちに注目して、その幼少期から子供たちの個性特性をいかに見つけ伸ばしていくかという、見守る子育てという子育ての体系を開発してですね、そちらをお伝えしながら勉強についてもお手伝いをするという全体的な関わりをしてきたわけですね。で、そうした中で独自の才能育てノウハウを開発磨いてきたわけですけど、それは具体的にどういうことかというと、お子さんそれぞれの才能タイプを観察により分析するというノウハウなんですね。まあ、この才能タイプ分析は別に子供に限らず対大人に対してもできるわけですけども、その人自身の脳の使い方、才能の使い方によって実は違いがあるということが裏返して言うと、その一人一人の行動仕草の様子をポイントを設定してですね、観察していくと、どういった脳の使い方をする人なのかっていう、その頭の使い方の癖、才能のタイプというものを分析することが可能になるわけですね。実際僕がまあお子さん1人、そうですね、5、6分ぐらい観察させていただいたら、その子がどんな学び方が得意で、どのように導いてあげると伸ばしやすいかというのは大体見定めることができるんですね。で、個人的なカウンセリングの場合はさらに親御さんにね、日常生活の様子なども、いくつか定まった質問をさせてもらう、そうしてくることでかなり正確に才能タイプを診断できるように今はなっています。で、そうした僕のノウハウを、例えばこうした書籍ですね、見守る子育てであるとか、遊び方のこうした本の中にも、それぞれの観察の仕方や解釈の仕方、その子の才能の方向性をどのように読み取ればいいのかということが実は散りばめられるようにして書いてきた。ですから僕の本というのは、いずれもですね、子ども本来の力を発見し、引き出し、そしてそれが開花できるように、よりよく発揮できるように導く内容に、いずれの情報もね、
一貫して行われているのは、そうした才能分析、才能タイプの診断のノウハウをベースにしているからなんですね。まあ、これら代表的な書籍については概要欄にね、また書いておきますので参照いただければいいと思いますし、こちらのチャンネルにおいても、特に学習タイプという括りの中で、こうした代表的な3つの動画、以前から上げさせていただいてます。まだね、この視覚タイプ、聴覚タイプ、身体感覚タイプといった、学び取りの優位学習感覚について、ご存知でない方、まず子育ての基本知識としてぜひ知っていただければと思います。で、今回ね、その一つ目のポイントで、子供は全員才能があるよ。そうなんです。すべての行動、仕草、言動は、その子の持つ能力、才能の方向の現れ方に過ぎないということなんですね。ということで、ポイントの二つ目。感触も才能の現れ。ということなんですけど、多くの大人はね、親御さんに限らず、その先生と言われる人たち、保育士さんなどもですね、感触を起こすとか、ふてくされる。という子供の行動を見たときに、それをマイナス行動という解釈をしがちですよね。問題行動と呼んでみたりですね。いや、気持ちはわかります。目の前でね、感触を起こされたり、ふてくされたりしたらイラッとしますし、もう疲れてるときにそんな休みでもう勘弁してよと。ね、こっちにとってしんどいなと思う。で、そういう思いを引き起こさせるんだから、この行動、この子のやってる今の行動はマイナスなんだと。問題なんだ。というふうに、こっち側事情で、勝手にレッテルを貼りたくなる。まあそれは、まあある意味自然な感情的行動ね。大人のこっち側も動物ですから、やっぱついつい反応しちゃう。ですが、子供たちが示してくれるその仕草はですね、これはマイナスだ。だから直さなければいけない。正さなければいけない。そんな発想で関わっている限り、私たちは子供の才能を見つけ引き出すということから遠ざかっていきます。自分の頭の中にある形に押し込めようとしますから、その子が持ってるせっかくの才能をね、無視してこう、押し込めてしまう。というのが、マイナス行動を直すぞっていうアプローチなわけです。で、その反対に、僕はね、お伝えしている見守る子育てというのは、その子のその行動が一体どのような心理、またどのような脳の使い方から生まれているんだろうと。その子の事情を理解する、分析する、科学的に把握しようとすることによって、その子の持つ力をよりよく引き出し、発揮させてあげよう。っていうのは、この子供本来の力を見つけ出し、発揮させてあげる導きだ。そこの肝になるわけですね。何が起きてるんだろうと理解しようとする。なんでこんな問題を起こすんだ。よし、問題を正そうじゃなくて、何が起きてるのかな。癇癪というこの仕草に現れた、この子の力、意識は何だろう。この視点を持つことなんです。より具体的に言うと、その仕草、そのね、心理の奥には、どういった物事の情報を取り入れる際のその認知能力の使われ方の癖があって、で、その取り入れた情報をその子はどのように脳の中で受け止め、そこに反応し、そこに好奇心がどういうふうに生まれやすく、またそこからどのような行動スタイルを取りたいと。思う子なのか、またこれまでの育ちにおいて本人が持っている価値観というものはどこにあるんだろう。その結果として本人なりの解釈の仕方、受け止め方の癖というものが見えてくる。で、そうしてその子自身の才能タイプとしての学び方のタイプ、また心の動き方のその癖、型というものが分かってくると、大人としてはそのスタイルに合わせて手伝ってあげられる。本人の才能タイプに合わせた伸ばしてあげ方、特に勉強面なんかは顕著にその才能タイプにフィットした教え方、応援の仕方ができるかどうかによって伸び方が変わってきますから、この才能タイプを理解するというのはものすごく大事なわけですけど、そうしたアプローチをね、こうお伝えしていってるのがこのチャンネルでもそうです。見守る子育てを研究しようとする僕及び仲間たちの活動なわけです。さて、じゃあ癇癪というのは一体どんな才能なのか。まず大事なことは、癇癪を起こす大きなエネルギーが爆発していますね。外に放出されます。心がちょっとしか動いてない、それで癇癪を起こせる、ある種天才です。それはそんなことないです。大きな心が動いたから大きく行動言動が発揮されるわけですね。ということは、その本人にとってその癇癪という行動が引き起こしたその手前の出来事が大きな意味を持っている、大きな刺激がある、もしくは本人の中に譲れない思いがあって、そこを刺激したからこそ大きな反発が生まれたり、悔しさが生まれたり、
そしたら強い心、強い意志、強い感情を秘めてる。それが癇癪を引き起こしている子どもの持つ才能であり、パワーなわけですね。まあ、ちょっと言い換えれば、そこまで怒れるってすごいよねってことなんです。で、ポイントの3つ目。癇癪を起こす、この才能発揮を手伝うコツ、大事ですね。まずはっきりしてるのは、すでにパワーがある。もうこれはっきりしています。ということは、我々手伝ってあげたい大人は、本人が何を大事にしているのか、どこを譲りたくないのか、どうでありたいという自分自身のありたい姿への強い思いがあるのか、またその強い思いはいつぐらいから生まれてきたのか、少なくとも0歳2ヶ月3ヶ月の段階で強い思いを持てたら、いや、いるかもしれないですよ。この本当に天才は。でも大多数の子はやっぱり2歳、3歳、いわゆる物心からついていく過程で自分理解し、周囲を理解し、その中で様々な情報に触れるところで経験値を積んでいく。感情の経験も積んでいく。知識も持っていくわけですから、ある程度何歳ぐらいからそういった強い思いが生まれ始めたんだろうな。観察をしていると分かってきます。もちろん本人は言葉で説明はできないでしょうが、その様子をね、見てくると見えてくる。例えば、いわゆるお利口さんの子なんかね、自分が教えてもらったことをしっかりできる、上手にできる、上手に絵が描けたね、褒めてもらう経験が多かった子というのは、自分ができるはずという強い思いが育まれることがあります。また、そうして、うまくできている、ね、完成できている、仕上げられる自分が好きだと。でそうした思いが強化されている。この場合だったら、思うようにいかなかった時、そんなはずじゃない、これは自分じゃない、私じゃないって、わーってもう破り捨てたくなる。まあ、ある意味自分の目の前にある世界を破り捨てたくなる。そんな感覚が生まれるんですけど、じゃあどのようにその子の力を前向きな方向に、本人にとって次の一歩が踏み出せる方向に導いてあげるか。本当はできるもんね、できるはずだったんだよね。本人の頭の中で思い描いていた5秒後10秒後の本来の姿に共感を寄せてあげる。そうだよね。で、今はなぜかうまくいかなかったけど、本当はできるはずだったんだよね。じゃあどうしたらその本来通りにいったはずか、ちょっと一緒に試してみようかと、本人自身が思い描いているその叶っている状態に共感、想像力を寄せて、でその実現を具体的に一緒にやってみて、やっぱりできたねと、ね、本来の状態に戻れたねというところで、自分自身の姿に安心させてあげる。そんな関わりが考えられるでしょう。また学校の宿題、塾の宿題、計算ドリルで漢字の練習、いろんな、まあ、いわゆる勉強メニューに関して言うと、ただね、ただ終わればいいという大人側の事情、都合で子どもの、その行動をジャッジするんじゃなくて、同じやるにもどのようにできていたいのか、どのようになれば本人なりの完成と言えるのか、本人が持っているその完成に対するイメージをぜひ聞いてあげてほしいですね。これね、例えば罰がつきました、思うように問題が解けません、大人はついついですね、失敗から学べばいいんだよなんてことを安易に言います。いや、大きな視点で見たら真理なんですよ。失敗から学んでいく力というのは、人生をこう成長軌道でね、送っていく上で非常に大事なことなんだけど、罰が嫌、解けないことが嫌、できることが好きという子にとって、その失敗から学ぶなっていう言葉は何の力にもならないんですね。それより前に、本当はこのようにできるはずなんだもんね、同じやるにもあなたならこうやってもうスムーズに、詰まることなくサラサラと解けるはずね、そういう自分なはずと思ってたんだもんね。で、ここのね、自分自身の思う姿と今違うことが起きてしまって、間違いとかね、罰がつくとかが起きた、ここに対するうろたえをまず理解してあげてほしい。でね、失敗から学ぶってどういう人ができるかというとですね、まあ、やや乱暴な言葉を使うと、鈍感な人なわけですよ。間違えたということにそれほど反応せず、まあまあ次があると、まあ、次はなんとかなるでしょうって楽観的に思う、もしくはできるっていう自信が非常に育っているから、今できてないことが悔しいから、何としても今すぐできる自分を証明し直してやると、こうしたこの失敗からね、何かを糧にして前に進もうと、まあ世の中的にはこれね、前向きだとか向上心があるなんて言い方をしますが、この姿っていずれもですね、一定の鈍感さに支えられてるわけですよ。
今思い通りにいかなかったというショックを前面に受けて傷ついてしまう繊細さ、細やかさに溢れている人の場合は、よし次なんていかないわけです。もう世界が終わったになるわけですよ。ね、敏感な子っていうのはもう本当にその間違いが全てになってしまって全力で傷つくわけです。で、全力で傷つく、そしてできるはずという自分への信頼、信じたい思いが強い、そうした子が癇癪を起こすわけですね。つまり思いのエネルギーがあふれ、かつ細やかな繊細な感受性を持っている。そのように理解してあげた時に、助けてあげ方、導いてあげ方というのは見えてくると思います。つまり本人ができるはずと安心して思えるような、その具体的な像、こういうふうにしてみたらあなたならできるんじゃないのと、ね、本人が確かにそれならできそうだと思えるような具体的詳細な姿、やり方を示してあげた時に、確かにやってみると大丈夫そうだという安心とともに、できそうだと思ったことは癇癪を起こす子はやります。なぜならやれる自分が好きだから。もっと分かりやすく言うと、癇癪を起こす子はすべからく頑張り屋さんです。はい、この視点を持っていただくと、癇癪を起こす子の才能発揮ということが見えてくるわけですが、今回の見守る子育てのコツ、まとめていきたいと思います。で、今回ね、冒頭で、時代背景、令和の子育てという事情もあって、癇癪を起こす子のお悩みが増えていますよという話をしました。どういうことかというと、子どもたちのね、子育てを取り巻く環境、習い事いろいろありますね。学習教材、タブレットも、通信教育もどんどん進化しましたね。ネット上にはお役立ち情報たくさん溢れています。オンラインでのサービスもたくさんあります。至れり尽くせりなんですね。もう書店に行っても本当に細かく分類されたさまざまな子育てや学習支援の書籍が並んでいます。ということは、ちょっと言い換えれば、今育っている子どもたちというのはですね、さまざまにうまくいきそうなお膳立てが整えられた上で育っている子たち、非常に快適にうまくいきやすい環境が準備されているわけですね。まあ、もちろんいいことなんですよ。いいことなんですけども、うまくいく体験をたくさんできる時代だからこそ、間違えることや失敗すること、思い通りにいかないということに対する免疫が育ちにくいんですね。思い通りに行きすぎるから、思い通りにいかないことに非常に敏感に傷つく、そういった子が育つ環境になって、まあ別にこれ日本だけじゃないですよ。もう成熟した社会、先進社会で成熟してきたら、世界中どこだって同じことが起きています。ただ日本がですね、そうした他国と比べた時に、ね、子供たちの傷つきやすさは一緒なんですけど、絶対的に遅れてるのが大人の意識改革、私たち側の方が遅れてる。どう遅れてるかというと、子供一人一人の才能タイプを見つけ、それを伸ばしていこうという考え方、社会の体制、大人側の受け入れ、まあ、ここの知識や経験値というのはものすごく低いっていうのが日本社会ですね。まあ、個性の生かし方と、明治以降ですね、まあ、明治維新のあの当時でも個性の塊では社会をたくさん変えていったけども、その後ある程度社会が安定した後ってもうみんな一律でやって、ですぐ人が自分たちより目立ったら足引っ張って告げ口して、ね、出る杭を打ち続ける社会を何十年と続けてきた。ね、個性というものを理解するという努力を放棄してきたのが現代社会を構成している日本人の大半ですから、その日本人たち、大人たちが、これからの子どもたちの個性を伸ばそうと思ったら、一人一人の才能という視点で人間を見、それを褒め育てていこうとする方法、考え方を勉強しなきゃいけないですね。大人は勉強しなきゃいけない。才能を見つける目、一人一人のその才能を発揮する手伝いをしていく個別の関わり方、そうしたところを日本の大人たちは学び、社会の中でその機能をいかに増やしていくか、僕がやってる見守る子育ての活動もまさにそのものズバリをやってるわけですね。はい、ということで、もしね、皆さんのお子さんが頻繁に癇癪を起こす、間違うことをものすごく嫌がるというお子さんだったら、そこには本人の才能と強い思いが現れてるんだという目でもう一度見直してみてください。そして
これまでのご自身の声の書き方や関わり方をちょっとね修正してみて、本人が発揮したい姿を発揮させてあげられる手伝いというものにチャレンジしていってほしいなと思います。でそのあたりね、僕は公式 LINE を運用していますが、この公式 LINE 何を配信しているかというと、それは才能タイプを見つけられれば我が子本来の力を発揮させてあげられる、そのノウハウと事例を紹介している、そんな公式 LINE なんですね。まだご登録じゃない方、概要欄にその登録用のリンクも貼っておきます。ぜひ一緒にですね、才能タイプを発見し、育て導いていける、発揮させてあげられる、そんな社会づくりの一員となるように取り組んでいきましょう。子ども本来の力を見つけ出す、見守る子育ての小川大輔でした。